インショップアソモの旬な情報をお届けするアソモンイーモン。今回は特別編として、現在期間限定販売されているありがとうセットをご紹介します。甚大な被害をもたらした熊本地震から1年が過ぎました。アソモでは地震後、復興支援セットを販売し、大きな反響を呼び、これまでに1万件を超えるご注文をいただきました。皆様のおかげで、復興支援セットは地震で傷つき被害を受けたアソモ登録店舗の方々の大きな支援につながりました。再開するにあたって、やっぱりそのまず雇用の確保、実際そのこれから先、あれ余震もずっと続いたじゃないですか。だけどそのこれから先、どのような風に進んでいくのか、この阿蘇自体が、熊本自体がどのような風に進んでいくのかが全く見えない状況で、とにかくその雇用は守らなくちゃいけないと、そのひばり工房で働きたいって来てくれた人間は守らなくてはいけない。で、その最初再開するにあたって従業員に言ったのが、まず阿蘇にお客さんが来ることは多分ないだろうと。このひばり工房、ましてその観光地でも何でもないこの場所にお客さんが来ることはないだろうと。じゃあ商品作って持って県外に出ようと。みんなその一回自分のところで作って、でそれを車とかに積んで、じゃあ売りに行くようなことを考えていこうっていうのをやっぱり最初に従業員に言いました、再開するにあたって。でそれの反響っていうのが、いや、インターネットじゃないけども、その全国的にこんだけやっぱりそのみんな関心があるのかと。その阿蘇、まあその被災した熊本に対して、こんだけその全国の人たちがね、何かしてあげたいっていうのがひしひし伝わりましたもんね、ネットを通して。復興支援セット販売後は、阿蘇もスタッフも一丸となって集荷や発送業務にあたり、注文が殺到したため商品到着をお待たせすることもありましたが、いつまでも待ちますよという温かい言葉もいただき、励みになりました。また売上の一部は楼門などが倒壊した阿蘇神社への再建や奉納され、復興の助けとなりました。本当にありがとうございました。そして地震から1年を迎える節目にあたり、復興支援セットの販売を終了し、ありがとうセットを販売しています。このセットは復興支援セットなどでいただいたお客様からの温かいご支援に恩返しがしたいと、アソモの登録している店舗同士が力を合わせて実現した企画です。4月16日から6月15日までの期間限定だからこそできる特別価格となっています。ありがとうセットは店舗発信のアイデアによる今までにない新しい内容となっていて、ネーミングもユニークで、また熊本地震を経験したからこそ生まれた防災に関する商品もあり、贈り物、ご自宅用にも幅広く対応しています。さらに素敵なプレゼント付き。今回は全ての商品にこちらの阿蘇の温泉入浴券と特製ステッカーをプレゼントします。また抽選でペア宿泊券や送迎付きタクシー券、阿蘇お食事券も当たります。地震から1年が経ち、まだまだ完全復興までは長い道のりですが、それでも観光地へ続く道路が復旧したりと、着実に復興への歩みを進めています。ぜひ元気な阿蘇を見に来てください。雄大な自然や自慢のグルメなど、皆さんのお越しをお待ちしています。アソモのありがとうセットは復興支援セットと同じく送料込みのお値段で、6月15日までの期間限定販売となっています。ご注文はインターネット、または
阿蘇もカスタマーセンターまでお電話ください。